お城での生活なんてつまんない。そうだわ、気分転換に海でも行ってみましょう。ひまひまひま、海の中はもう飽きちゃった。人間になって外の世界で遊んでみたいわ。ねえ、海の魔女いいでしょ。私のこのヒレを足に変えてよ。わがままな人魚だね。仕方ない。本当？いいかい、地上に上がったらこの薬を飲むのよ。そしたら人間になれるから。やったやった、好きな時に人間になっていいのね。そして人魚に戻りたくなったらこっちの薬、これを飲むとまた人魚に戻ってここに帰れるわ。ありがとう魔女さん。もう聞いてたのかね、あの子は。楽しむんだよ人間の生活を。人間になったらまず何をしようかな。ああ、こんな綺麗な海で泳げる魚はいいな。地上だ。キャー、あなたは誰？その姿はまさか人魚姫？そうよ、あなたこそちょっと今まで見た人間とは違うようだわ。私はあのお城に住んでるリカ姫っていうの。あなたは？うっそ、偶然。私も名前はリカっていうのよ。そういえば私たちなんだか顔もそっくりじゃない。ところで、なんで人魚のあなたがここへ？私、海の暮らしに飽きて人間になるために地上に来たの。私もお城の生活には飽き飽きしてるとこなの。そうなの？じゃあ私たち入れ替わらない？私はこれを飲んで人間に、あなたはそれを飲んで人魚に。交換成立ね。ごくごくごく。やったー、本当に人間になれたわ。ちゃんと足がある。私にもヒレがある。やったー、これで海を自由に泳げるのね。お互いいい感じね。他の人にはバレないようにそれぞれ楽しみましょう。じゃあまたね。このお城に帰ればいいんだよね。ただいま。おかえり。あれ、リカ髪型変えたのか？ええ、そうよ。この人はあのお姫様のパパ？リカ姫？はい。ランチの時間よ、行きましょう。行こう行こう、リカちゃん。わー、どれも美味しそう。私いつもワカメと海藻ばかり食べてたから、こんなの食べるの初めて。パクパク、パクパク。いつもは小食なのに今日はすごい食欲ね。お姉ちゃん変なの。海の中ってとっても綺麗。こんなにスイスイ泳げるなんて、私人魚になってよかった。お魚さんと一緒に泳ぎたいけどいないのかしら。お魚お魚。おや、お前は誰だい？リカにそっくりだけど人魚のリカじゃないね。はい、海でリカちゃんと出会って人魚と人間にお互い入れ替わったんです。私もお城の生活に飽きてたから人魚になってみたかったの。おやおや、人魚もお姫様もわがままだね。でも薬は一つずつ、もう元には戻れないよ。なんか言った魔女さん。こりゃダメだ。人間の暮らしって最高。リカ姫、一緒にお散歩に行こう。まあ、なんて素敵な人。あれ、君は誰？リカ姫にそっくりだけどリカ姫じゃないね。王様もお妃様も妹たちも入れ替わってることに気づかなかったのに。そりゃわかるよ、リカ姫は僕の大好きな人だから。で、リカ姫はどこにいたの？私に代わって人魚になって海の中よ。なんだって？そんな、海の中ってリカ姫は息ができてるの？ねえ、大丈夫なの？ちょっと静かに、バレたらいけないから外で話しましょう。っていうか、何これ。それでリカ姫とはいつ入れ替わったんだ？海で何をしてるんだ？ねえねえ、これはなんていう動物？そしてこれも何？ねえねえ王子様、これは一体何なの？
全然聞いてないな。これは馬車っていう乗り物だよ。馬がその乗り物を引いてくれるんだ。すごいすごいすごい。私乗り物なんて初めて乗ったわ。ねえ、それよりリカ姫は。ああ、海の中も最初は新鮮だったけど、もうすることがなくなってきちゃった。お母様やお父様にも会いたいし、なんだか帰りたくなってきたわ。アゾさん、私人間に戻りたいんですけど。薬は一つしかないって言っただろ。そんな。じゃあ私ずっと人魚なの？もうお姫様には戻れないの？ごちそうはあるし、家族はみんな優しいし幸せだけど、春と王子はあんなに悲しんでるし、私も海の中が恋しくなってきちゃったわ。でも人魚に戻る薬はリカ姫にあげてしまったし、どうしよう。ほー、今この鏡で人魚のリカを見たんだけど、本当に二人ともわがままだね。でもそれぞれ生まれ育った場所が一番だって分かったみたいだね。仕方ない、もう一回だけ薬を作ってやろう。本当？これは人魚に戻れる薬、そしてこれが人間に戻れる薬。さあこれを持って早く地上に行ってきな。魔女さん本当にありがとう。やれやれ。ああ、海に帰りたい。リカ姫、リカ姫、あい、リカ姫、帰ってきてくれたんだね。はい、リカちゃん、やっぱり私たち元に戻りましょう。海はとても素敵だったけど、やっぱり私はお城の生活がいいわ。私もそれ思ったの、やっぱり海が一番だなって。ごく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 。あれどうしー。急にいなくなってごめんなさい。やっぱり私あなたのいない生活なんて嫌だわ。リカ姫、ヒューヒュー、さようなら。評価をぜひ、チャンネル登録もお願いします。ここでみんなに問題だよ。お姫様になった人魚のリカちゃんが初めて乗った乗り物は何だったかな？わかったらコメント欄で教えてね。